晴らしい仕事っぷりです。私の自慢の後輩さんです。にゃおーにゃおー、すっごく可愛かったんですよ。体中バキバキです。いいですね、してもらいたい。気持ちいい。頑張る後輩さんは先輩がねぎらってあげましょう。もっちもっちもっち、私の手じゃ気持ちよくさせてあげられないかも。何してるんですか。失礼しました。安心して頑張ってください。先輩特製人の字です。どうぞ。足りなければまた作ります。お安いご用です。お任せください。早川さんと仲がいいんですか。でもだいぶ仲良く話してましたよね。羨ましい。猫とかよく懐かれるんだよね。見ればわかる。ミスしてすでに落ち込んでる人をわざわざ怒ったりしませんよ。そんなことより篠崎さん、最近ちょっと報告不足ですよ。頑張ったことはきちんと報告してくださいね。先輩は褒めるのも仕事なんですから。間違えて2つ買ってしまったので、よかったらどうぞ。いわばパワハラですから。終わったらパワハラでご飯もおごっちゃいますよ。ふっくち、全身をキュッとされてるみたいで、にゃおーにゃおー、うわもう人のことやらなくて。罰として今日は一日、篠崎さんは篠崎にゃんこです。チュンチュン丸、ひゃっほー。